長瀬角の発言が示唆する平野の結婚。ファンの間で騒然とする噂の真相とは、ナンバー・愛の未来を左右する謎の出来事が徐々に明らかになっていく。元キング・プリンスのメンバーで、現在はナンバー・愛のメンバーとして活動する平野さんにまつわる噂や疑惑がファンの注目を集めている。まず、平野がジャニーズ事務所を退所して飛び芸能事務所に移籍したのは、平野の結婚願望の強さがあったと言われている。 平野さんは20代のうちに結婚したいと考えており、ファンによく伝える行動や発言からもその願望が伝わってきます。アイドルが結婚について公然と語るのは異例で、一部のファンを混乱させている。次に注目を集めたのは、長瀬角の脱退発表時の発言。大人の男性として尊敬したいとのコメントは、平野の結婚に言及したものと受け止められた。このコメントを結婚の証拠と受け取ったファンもいて笑いとなった。 これが単なる好意的なコメントなのか、それとも結婚を祝福するものなのかは不明だ。さらに、平野さんの親友が結婚したことで、結婚に対する意識が高まったのかもしれません。通常、身近な人からの嬉しい話を聞くと結婚願望が高まります。また、親友の結婚を誤解し、平野の結婚のせいで噂が広まったのではないかと誤解するファンもいた。そして気になるのは平野さんのパートナー疑惑の。 インスタグラムでのカップルコラボレーションやコラボダンス動画のおかげで、2人は親密であるとの噂が流れている。ただし、これは単なる噂の可能性があり、真実は不明です。以前雑誌のインタビューで平野は年上の知人との関係について語っていたが、年を取ったら他のメンバーと結婚するとも語っており、マスの結婚に対する複雑な考え方が垣間見えた。一方で、 平野にとってファンとのコミュニケーションも重要な要素だ。休業を心配するファンに花粉症ではないと安心させる場面もあった。これはファンへの気遣いを示すエピソードであり、夫婦問題の否定にもつながりかねない。しかし、ファンクラブ会員の動画内で行われたコメントも一部に疑惑が浮上し、一部のファンを不安にさせている。 滝沢社長はキャバクラにチップを渡している。メンバーと頻繁にキャバクラに通っているなどの噂があり、グループの評判を揺るがす要因となっている。ナンバー、愛が今後どのように発展していくのか、ファンの期待は大きいが、噂や疑惑は徐々にグループ全体に影響を及ぼしている。さらに、ロゴ論争はグループのイメージに影響を与えており、今後の展開が注意深く監視される。ナンバー、愛箱の揺らぎをどう解消し、 ファンとの信頼を取り戻すのかファンは今後も彼らの活動に注目し、応援していきたい。